completing his mission from everybody else. 教会の方でもシララをそろそろ仲間にって話も上がってるみたいだよ。私が？よかったなシララ。ところで中座ってなんだ？中座っていうのは落語家の格なのだわ。真打ちの一つ下、前座の上、江戸では二つ目なんて呼ばれるのだわ。真打ちはだいたい中座を10年くらいやった人が慣れて。10年気が遠くなるな。とにかく前座になれなきゃ高座に上がれないってことなのわ。そんなんやと初講座まともに務まらへんで。分かってるけど。お前あん時シャッー嘘、私の天下やドックンドッようやく落語家マメダの伝説の第一スピーチが始まるよとか威勢のいいこと言ってた割に毎晩変な夢見腐ってからに本番が近づくにつれて目に見えないプレッシャーがよう上がりました。私が書籍一番層でございます。おいしれー、そんなことにしながらってとけ。あ、なんだべなんだろうか。黒子は一個知らねえのか、このモデルは。師匠、あれってこの前の。ほっとき、また面倒ごとに巻き込まれんで。やってねえ、逃げんなこれ。毒を。
じゃねえぞ。おはようございます、師匠。どうも、メダちゃんも。おはようさん。おはよう。あ、なんか調子悪そうだね、マメダちゃん。もう最近ずっと変な夢ばっかり見るんだよ。まあ仕方ないか。初講座ももうすぐだからね。まあやれることをやってしっかり本番に備えることだよ。うん、頑張る。前座のこと考えてたらだんだん怖くなっちゃって。いいのいいの、大丈夫。みんな初めはそんなものよ。そうそう、次第に慣れてくるしね。私も最初の頃は指が震えていたし。小糸さんも楽しみにしてるからね。私もマメダちゃんのために頑張るわ。その夢のせいだ。人の視線が怖い。マスター、助けて。あ、どうしたどうした。ちょっと頼んでもいいか。やだ、なんだい騒がしいね。これはそれどうしたの。失望させてしまった。もうダメだ。
前取り直るか頼んだんか。そうやけど、あかんか。いや、あかんことないけど、こんな暑い中、鍋なんかよく食えるな。アホやな、暑いからこそや。暑い店で暑いもん食うて、外出たら涼しいってなるやろ。まあ、そうやけど、暑さをさらに上の暑さで克服するんや。やっぱアホやわ、お前。暑さをさらに上の暑さで克服。そうか、その手があったか。ほう、どこのお前の骨がどこや。どの面下げてのこのこ来やがった。クソガキが。この面だ、バケロー。ぶっ飛ばされてるのか。やれるもんならやってみろ。なんだぞこれ。負けるか、この。一体何しに来た。お嬢に何かあったのか。シララは元気にやってるよ。じゃあなんだよ、とっとと用件を言え。ラクダに、ラクダに私の落語を見てほしいんだ。ラクダの前で落語ができたら自信がついて、もうどこでだってできるんだ。そしたらきっと師匠だって私のこと見直してくれる。師匠、あのメギツネのことが。知らねえよ、何言ってんだてめえ。あとラクダって呼ぶんじゃねえ。こっちとら祭りの準備で忙しいんだよ。てめえのたわごとに付き合ってる暇は。怪我しねえうちにとっとと帰る。ちょ、待って、私がびっくりしないと、シララにも迷惑がかかっちゃうんだ。さっさとやれよ。ようよう上がりました。私が書籍一番層でございます。小あと二番層に三番層、四番層には九番層。どうした、もう終わりか。あ、なんだ、終わりじゃねえならさっさと続けろ。こっち見ねえ、負けろ。映画見ろって言ったんだろ、叫んだ。そうだけど、こっち見ながらこっち見んな。何負けろ、分からねえか言ってんだよ。俺にはいろいろあって、私だって好きでグズグズしてるわけじゃない。だってさ、人の目が怖くてしょうがないんだよ。私だって何ブツブツ言ってんだ。じゃあ見えから帰れ。いや、見ろよ。はあ、じゃあ早くやれって。こっちから忙しいって言ってんだ。分かったから、ちょっと待て。ようよう上がりました。私が書籍一番層でございます。おあと二番層に三番層。みんなよ。ああ、彼。いや、見ろよ。はあ。だから、見ないよ。やれよ。ご苦労ってば、人に涙を見せるもんだ。だって私、ご苦労じゃ。だってもくそ、てめえみたいなの見てると我慢できねえんだよ。何がだよ。いいか、俺は喧嘩は負ける気がしねえし、一度も負けたことはねえ。実際には負けたとしてもだ、それは俺が俺を信じているからだ。俺が俺を信じられねえってことは、俺を育てた親父を信じてねえってことと同じなんだよ。今日からお前も俺の息子だ。そんなこと死んでもできるわけがねえ。てめえの親父は誰だ。そんなにそいつの育て方がダメだったのか。ペトリ、アシトリ、教える気はあらへんね。うちの芸、盗めるもんなら盗んでいく。芸人さん、待つご哀れは覚悟の前やで。両親の見とき、落語は一人ではできへんさかいね。見せる下手くそより見せる下手くそよ。今のお前の芸が、とにかく一生懸命やればええ。
私シロラのことなんて一言も言ってないけど、もしかしてラクダ、シロラのことちょっと待ってね、このクソガキ。師匠、さっきはごめんなさい。なんや騒がしい。師匠の気持ち分からなくて心配もかけて。気持ち？心配？私やっぱりまだまだ未熟で全然ダメだと思うけど、師匠がやってきてくれたこと信じてる。だからもう泣いたりしない。ちゃんとお客さんと向き合うよ。舞台にふさわしいかどうか私の今の落語を見てほしい。せんべい、うちの楽しみ取っといてくれへんか。あと初めっから誰も心配なんかしてへんわ。あんもうちとシララで骨は拾ってるさかい、思いっきりやれ。4番層には5番層、お十字に肌に天外ドラ人形八、影灯籠に白張りと、こらそうれつ法でございまして。